こんにちは、レイト開発の K です。今回の動画はですね、 WP14 っていう新しいマシーンが出るんですけど、それの動画をフィールアースっていうイベントに参加した時のちょっと空いた時間を使って、動画を撮影してきましたので、それを見ていただこうかなという動画になります。で、1個前の動画でそのフィールアースのイベントに軽トラで行ってきましたみたいな、その前編っていうような動画を上げているんですが、で、これからその後半ですね、前編後編か、後編の動画を上げる予定なんですけど、その間のですね、ちょっと番外編みたいな感じで今回の動画ですね、WPL の方から新しい車種 WP14 っていうのが出ます。で、それをですね、うちが取り扱う予定ですっていう、それをお知らせしたいなっていう動画にはなるんですけれども、サンプルの方がですね、うちに届いてまして、それを実際に走らせてみたっていう、そんなような動画になりますので、ちょっと今回ですね、この動画見ていただいて、あ、これやる予定なんだなというのを、結構お問い合わせも実はいただいていますので、それを皆さんにですね、お知らせさせていただくような動画というところで、よかったらですね、見ていただければと思います。で、ここから、この現場というか、この会場の片隅でちょっと撮影してきた動画をですね、そのまま流しさせていただくような形になりますので、よろしくお願いします。はい、お疲れ様です。お疲れ様です。大丈夫ですか？もう始まってますけど。この、つってましたね。とりあえず、お疲れ様でした。今日はめでたくないか、はい、欲しかった方が買えなかったんで、はい、売り切れちゃったということで、はい、ちょっと時間ができたのと、はい、これですね。これご存知の方ももうすでに結構いらっしゃるかと思うんですけど、うちも結構ご質問とかいただいていて、はい、ちょうどもうズバリ言うとサンプルは来てます。はいはい。で、もうほぼほぼこれうちでも当然やる予定をしてますと、はい、これやっぱりこれもご存知の方多いと思うんですけど、これをうちでやりますって言った時に技的、はい、電波法ですね、はい、で、技的取ってないと日本国内で走らせることができないっていうのがあるんですけど、もちろんうちでやるからには技的取得済みで販売するっていうのが前提になるんですけど、これサンプルなんでどうなるかなと思ってたんですけど、実は D42、はい、あれのプロポで動いたんで、であれ当然うち技的取得してますので、ありましたね、これですね、はい、この D42 のプロポで動きますので、これで今日僕は全く初めて今日見ました、はい、で全く初めて走らせます。おウッド社長は事務所になんか見かけたぐらい、はい、走らせてはいない。これやってる人がですよ、もうなんかそうですね。マーケの K さんは今しゃぶり尽くしましたもうしゃぶり尽くしてるんですね。あ、了解です。これいいっすね、このカラーリング。うん、やっぱこっち系がいいな。ちょっと今のところうちサンプル来てるのこれで、はい、ちょっとミリタリー系って感じなんですけど、もちろんこれ塗装し直せば好みでこっちの雰囲気にすることもできると思うので、はい、これ初めに言っておきますけど、はい、塗装めちゃくちゃ簡単です。あ、そうなんだ。簡単です。僕もこことこことあとフレームと、あ、そのぐらいしか乗ってないですね。いや、これ僕気になったのがお尻がめちゃかっこいいんですよ。ほらこの雰囲気結構金属感出てますよ、ね、うん、これいいっすね。で、そのお尻のここですね、はい、このこれなタイベルなんですかね、なんかベルトのモチーフのパーツがあるんですけど、はいはいはい、これを僕は塗ったんですよ、エナメルでのアルミかなんか、はいはいはい、そしたら WPL は初めからこういう感じで出してきた。あ、なるほど、はい、こういうとこちょっと気が利くんですよね、はい、本当にマジでセンスありますねWPL さん本当にちょっと好きなんで、はい、こういうの嬉しいですねここもなんかあれなんですよ、ポリカ？そうなんですよ、透明な、はい、多分防塵かな、うん、あ、そうですね、はい、まあ、こうなっちゃいますよね、うんうん、砂まみですね、砂してたら、はい、この付属ドライバーここに刺してるの渋い、渋いな。気づきました、かっけえな。これマジでめちゃくちゃ便利なんで皆さん刺した方がいいですよ、これいいっすね。そう、ドライバーないとここ
こうあれですよ、メジャーですよ、はい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 、行けるところが、なるほど、ドライブは常にこう行けない。じゃあちょっと今日実際に走らせて競争するみたいな遊びしたいなと思ってるんですけど、せっかくなんでちょっとどんな形の部分ですね、走りの前にどんな感じかっていうのをちょこっと軽くですね、知らなかったんですけど、ちょっとウッド社長見てもらって、はい、持ってもらっていいですか完全にもう全く同じ実写があったんです、はい、あ、そうです、これこういうバギーが、はい、軍用であったんですよね。でここに機関銃ついてるみたいな、そういう感じですか。そうです、そうです、ね、あって、まあ皆さんご存知T 社様、T 社様がその昔、はい、最近復刻もしてしたし、また再復刻するのかな、ね、はい、なんて言えばいいですか、結構人気ですよね、はい、ワイルドなバギーあるじゃないですか、はい、あります、ね、あれがすごい形似てるんですけど、まあ一番ですね、結構あれのパクリじゃないのって思われる方いると思うんですけど、これ実写がもうこんなようなのが存在するんで、はいはいはい、まあ、パクリというよりは同じ実写をモチーフにしたって言ってもいいのかなと思うんですけど、はいはい、これ見て真っ先に気になったのが、はい、何これっていう、あ、そう、ね、これね、このなんかこのちょっと気になっちゃいました、これ、そう、何これって思ったんですけど、はい、実写がまさにこれだったんですよ。え、そうなんだ。そう、ついてました、実写もこれ。で、実写もこれついてるやんって思って、よく考えたら、はい、なんか、このスペースめちゃくちゃ便利じゃない？これ、あれですよね、タンクとか、うんうん、あれじゃないの？荷物乗せんじゃないの？なんか自分の靴とかも乗せないんですよ。はいはいはい、はい。なんかキャンプ道具的なのも、うん、ずさんと犬も乗せれるんですか？あ、あ、横に、うん。そうそうそう。いいですね、犬3頭ぐらいで、ちょうど寝袋とかと、うん、なんで結構便利なスペースですよね、はいはい、まあ、僕多分、はい、これ、それぞれカスタムするとき、はい、即切ると思います即切ると思います。なんか僕もパッと見これ見たときにすぐ切りたいなと思ったんですけど、はい、でも実写がこうなってるんだ、うん、そうなると結構納得、そうなんです、ね、衝撃になったんですよ、これあれですよね、四駆なんですよね。まあでもこのサイズだったら四駆の方が走らせやすいと思います。ちょっとこれで肉だと相当きついですね。リアがデフロック、フロントが、あ、フロントがデフなんだ。そうです、フロントデフです。あ、結構硬いけど、まあまあこんなもんでいいのかな。え？こっちは買った時からフロントなかった。フロントがロック？フロントロックでした。ギアが出るか。はい、え？なんだろう。まあでもいろいろ。じゃあちょっと中変わってるかもしれない。そうかもしれないですね。ちょっと開けてみないと分かんないですけど。で一応四輪独立四独でフロントがこれトレーリングアームの何これダブル。トレーリングアーム、なんだろうちょっとわかんないです。このトレーリング、まあ、トレーリングアームの上下スイングするやつで、リアが普通のトレーリングアームか。かわいいですね。ちゃんとユニバーになってるじゃないですか、ドッグボーンじゃなくて。じゃあとりあえずもう構造はこの辺にして、また詳しくやりたいんで分解したら、今日はちょっとイベントの広場に来て、みんなで走らせようぜっていうちょっと簡単な動画になるんで、はい、まあ、あと一言一つ伝えたいんですけど、はい、これなんとフロントもライトがついて、はい、リアもライトがつくんです。え、あ、本当だ、配線来てますね。配線来てます。ちょっと早速スイッチ入れてみていいですか。はい、これはやっぱ WPL さんさすがだなって。これなんあ、結構か。おお、ペアリング しましたね。フロントライトついてます。リアライト、好きだなぁ、WPL さん。元ある車も両ないですから、フロントも後ろないですから。なるほど。好きだなぁ、前後 LED 付きと。じゃあ、やりますか。ちょこっとだけ、はい、ちょこっとだけ、どうしよう。いきなり競争？ちょこっとだけレビューしていいですか。この2台とりあえず走ってます。ああ、待ってください。はい、じゃあちょっと動かしてみます。
おう。あ、めちゃくちゃ。ちょっとこう言ったらあれですけど、思ったより全然まともに。これ結構楽しめるんじゃないですか、競争で。これ面白いっすよ、マジで。え、あれ置きましょうよ。コーン、あれ置いて、ちょっとコーンを。こんだけ荒れてるやつはあんまコントロールできないですよ。次がここをコントロールするのは野良ラジで、野良ラジレースの面白いです、はい、これじゃあ僕ら今野良ラジしてるんですか。そうです、これ野良、野良ラジ野良ラジです。これでも可愛いですよね。でじゃあ挑戦しますか。エト社長もう行けますか。はい、じゃあまず第一レース、第一レースは、はい、ウッド社長 VS マーケの K さん、はい、オーバル、オーバルで、はい、追いつかれたら負け方式、久々の、久々のやりますか。じゃあ、はい、じゃあ追いつかれたら負けの、はい、オーバル、オーバルですよ。いきまーす、3、2、1、スタート。様子を、様子を見る。これお互い様子見ですか、これは。あれ、あれ、これ別に倒してもいいんですか。倒しちゃってもしょうがないですね。あ、あれ、あ、もう倒したら即負けにしますか。結構均衡してほしい。二人ともなんかラジコン上達しました。気のせいです。あれ、マジですか。なんか上手くなったんじゃないかなと。じゃあ、はい、パイロンに触れても負け、はい、追いつかれても負け。なるほど、触れたら負けですね。はい。三、はい、二、一、はい、スタート。ちょっと弱まりで。はい。ウッド社長の負け。ちょっと、いや、追いつきたい。追いつきたいな。追いつきたいぞ。じゃあ続行で、続行で。ハハ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 。はい。テテ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 3、2、1、スタート。あ、お、あれ、これは皆さん見てる方もどっちがどっちかすぐ分かるでしょ。はい、しはい、でで結構難しいですよね、これ。やっぱり、はい、競争ってなると結構難しい、攻めたくなるんですよね、はい、でもここ相当コツコツしてるんで、はい、これあの公園みたいな路面とか、グラウンドみたいな路面だったら、結構面白いと思いますよ。3、2、1、スタート。はい。先に。変わってないぞ、変わってないぞ。変わってないぞ。追いつかれた、追いつかれた。すごい難しいコースになってるよ。普通の。出てー。面白いですね。面白いですね。スタート、スタート。はい、というわけでこんな感じでですね、ちょっと
出展のためにお邪魔させていただいたイベントの空き時間を利用しての撮影だったので、ちょっと全然ライトな感じなんですけど、であと路面もですねちょっとゴツゴツすぎて、この車格この車のサイズ感だとですねちょっときついものがあったんですけど、まあ、まずは取り急ぎと言いますか、うちがこの WPL のバギーですね、WP14 これをまあ、取り扱いする予定ですよというお知らせまでに、動画にさせていただきました。でもここからはですねこのおじさん3人でちょっとやりますかって感じだったんですけど、なぜかやっぱり楽しいですよね、楽しかったんで永遠とこう走らせていて、でちょっとこのイベント終わって戻ってきて、でこの動画編集しながらですね、まあ、せっかくならちょっとここよりはフラットな路面で走ってるところをちょっと見せられたらなと思って、長野ファクトリーレイウッド長野ファクトリーの、まあ、事務所の横の畑ですねで、走らせてそれを撮影しようと思ったんですけど、これですね、撮影し始めたらもうすぐに雨が降っちゃったんですよ。でちょっとまともに撮れなかったので、まあ、でもちょっとだけ撮れたので、それをですねちょっとスロー映像だけなんですけど、これちょっと見ていただきながら今回の動画、終わろうかなと思います。またちょっと、当然ですね改めてちゃんと撮影したりとか、まあ、特にフラットダート路面ですね、グラウンドのような学校にあるグラウンドの路面みたいな公園みたいな路面ですね、ああいうところで走らせたら多分かなり楽しめると思うので、ちょっとそんなような動画もですねまたおいおい撮影して、見ていただければなというふうに思ってます。じゃあ、今回の動画ですね、最後ちょっとこの畑で走らせてるのを見ていただきながら終わりたいなと思います。では今回もですね、ご視聴いただいてありがとうございました。